オマキザルカは、哺乳孔霊長目に分類されるトガ。中南米に生息するサルのグループであるコウビサル類を構成するトガの一つである。南アメリカ、中央アメリカの熱帯、亜熱帯地域に広く分布する。本家に属するサルは、樹上性であり、地上に降りることは滅多にない。 一般的に小型の猿であり、東道長17から1 9トル、体重120から1 9 0ムのピグミーマーモセットから体長33から5 6トル、体重2.5から3 9ラムのフサオマキザルまでを含む。形態も色彩もかなり多様であるが、いずれも新世界ザルに典型的な広く平らな花を持つ点では共通している。 雑食性であり、ほとんどは果実食及び昆虫食だが、種によって餌とするものの割合は大きく異なる。脂式は2.1、3.2から3、2.1、3.2から3。メスは種によって異なるが、130から170日の妊娠期を経て、1から2頭の子を産む。社会的な動物であり、五から四十頭の成獣が群れを作るが、典型的には、 小型の種の方がより大きな群れを作る。一般的には中高生である。コービサル類は伝統的に小型のマーモセット化と中型から大型のオマキザルカの2科に分けられ、クモザル類やサキ類などはオマキザルカに含まれていた。しかし、伝統的なオマキザルカは川系統であることが明らかになっている。ジョン・フリーガルによるとオマキザルカはオマキザル赤。 マーモセット赤、ヨザル赤で構成される。一方で、コリングローブスによる分類では、オマキザル赤から、リスザル属を分割して、リスザル赤とし、ヨザル属を、本家から独立させヨザルカーを地代としている。またアンソニー・ライランズとラッセル・ミターマイヤーは、マーモセット赤を、以前のように独立したマーモセットカカレートリクディとする、ことを提案しており、その説に従えば本家は、 おまきザルア赤とリスザルア赤、サイミリーナエで構成される。以下の原生種の分類、和名、英名は、主に日本モンキーセンター霊長類和名、編纂ワーキンググループに従う。ありがとうございます。